ドンチュリュース <laughs> はいということで、えー、皆さんね大変お待たせいたしました僕がね以前からアマゾンで予約していましたあの本がねあの本がとうとう届きましたので、えー、今回はねそちらをあの開封してレビューしていこうかなと思いますいやーまったねすごい待ち遠しかったんですけど僕もこの 数ヶ月間、非常にね、長い戦いで、あのー、ようやくかという感じで、あのー、クリスマス前の、まあ、この時期に、あの、ようやく届いたということで、あのー、非常にね、楽しみにしております。はい。なんでね、今から、あの、早速開けていきたいと思います。はい。ということで、えー、今回の、こちらですね。はい。これね、アマゾンの、あのー、包みなんですけど、あのー、開けていきたいと思います。はい。 いやー緊張するね。<laughs> 非常に楽しみなんですけど、えー、今回ね、あの僕が買った予約していた本がね、はい、こちらですね。はい、えー、田中みな実写真集ということで、えー、こちらね、<laughs> あの予約してたんですよ、うん。もう1ヶ月くらい前かな。ちょっとね、でも、正直ね、あの予約した時の記憶がほぼなくてですね、なんか、 酔っ払ってね確か予約した覚えがあるんですけどはいこちらを <laughs> あの今日はねレビューしたいいと思いますでそうなんでねこれ買ったかっていうとあのー、なんかインスタであのー、テラスハウスのハワイ編に出てた庭にきちゃんっていう子がなんかねあのー、写真集のを出すみたいなそういう宣伝をストーリーかなんかでやっててあのね結構ねあの攻めた。 結構攻めたような、あのー、を載せててマジかと思ってちょっと興味あるわと思ってあのアマゾンをチェックしたところおすすめ商品にねこちらが出てきて田中みな実の写真集予約販売の段階で1ヶ月くらい前なんで「よこっあるやん」みたいな「こっちやん」みたいな。<laughs> っていうのもねまあ僕ね田中みな実好きだったんですよあんま言ってなかったですけどたまに行ったから言ってたと思うんですけど田中みな実ね結構好きだったんですようん。 もう高校ぐららいいからうーんいやーと思ってでとうとう出したかと思ってねあの今回注文させていただきましたはいでえー、っと先に言っておくとお値段が1800円プラス税なんでまあ今10%台でまあ2000円くらいですかねで僕ねあの誕生日12月16日だったんですけどちょうどねあの誕生日前日か前々日ぐらいに届きましたいやマドンさんありがとうございます アマゾンから誕生日プレゼントみたいな <laughs> こんなね嬉しいギフトが届きましたとはい今回はねこちらをあのー、眺めていきたいと思います <laughs> いやーでもねあのー、これを今ね、あのー、見る前なんですけど見る前になんか言っておくとあのー、写真集って僕買ったの初めてなんですよねなんか例えばなんかのアイドルとかにも別になんかファンでもないしまあただなんて言うんだろうなかわいいなーぐらい。 綺麗だなとかそののぐらいの程度だし何か今まではね僕の個人的な意見としては何か写真集買わなくてももうウェブでいくらでも見れるしなみたいな感じだったんですけどまあ今回ねあの何かね、まあ、酔っ払った勢いもありつつ買ってみましたということで実際にねあの見ていきたいと思いますまあ実食実食じゃねえな <laughs> はいそんな感じでいきます、まあ、これ多分ねあの YouTube の YouTube YouTube のというか多分ね、あんまページ見せちゃうのよくないと思うんで、あのなんか僕がね、口で、あのー、実況して、おー、えー、<laughs> 最初からやばいね、これ。うん、これやばいね。<laughs> プリプリだね。<laughs> はい、おーいや、やっぱ綺麗だね。田中みな実綺麗でっすね。田中みな実って今何歳なんだろうちょっとわかんないんですけど、三十 23歳ぐらいちょっとわかんないんですけど多分そんぐらいだと思うんですけどとは思えないですねいやこれやばいな <laughs> まだね23ページ4ページ目ぐらいなんですけどもうやばいもんね、えー、<laughs> やばいぞこれだってあと50ページぐらいあるんじゃないおお <laughs> <laughs> いやこれやばいよこれ見えてる見えてないか大丈夫か <laughs> おお おーお,ーおーすごいねこれまっおー綺麗だなーやばいなーこれこれやばいスイカ食べてますわ <laughs> 結構はだけたかっこでうんスイカ食べてたりあと何かねカステラみたいのをねあのこうなんかこっちにああみたいな感じでやってたりとかあまたスイカ食べてますわ <laughs> おおやばいよこれ <laughs> <お><笑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 >ちょっとなんかね見てるこっちが恥ずかしくなってくるね。うん、って言ってる多分この動画を見てるねあの視聴者の方も恥ずかしくなってるかも来るかもしれないんですけどあーでもなんかね結構いろいろなねあの感じがありますね感じというかなんだろうなそなんかちょっとセクシーな感じが多めかと思いきやいきなりねなんか大人かっこいいようなスタイリングの。 メイクかなメイクとかヘアメイクとか含めてのまあそういうのもありつつのいやでもやっぱセクシー要素あるな普通になんかねこれそう今言った大人かっこいい格好みたいなのを口で説明するとまあオールブラックなんですけどパンツはね普通になんかちょっとドレープが効いたようなパンツでハイヒール履いてでトップスなんですけどもうすっげすけ スッケスケのドットのやつでえー、っとねもうブラがもうブラというかまあこれ見せブラみたいなやつなのかもしれないですけども余裕で見えてる <laughs> からちょっと一瞬ねなんかかっこいいのもあるのかなと思ったらやっぱセクシー要素もねあのちゃんとありますね <laughs> あ今度はクッキー加えてますね <laughs> あ今度はねこうやって,あってペロンってやってます <laughs> やばこれ 今度はね、あのなんか寝起きっぽい設定かなこれはうーん <laughs> お,おいおいおいこれこれ大丈夫なのって逆になんか心配になっちゃうぐらいのねやつですねうんおおもうこれほぼ裸みたいな <laughs> とかあとリンゴみたいの食べてたりとかおおこれやばいねこれなんかねもうこ あちょっと僕で再現するとちょっと本当に申し訳ないんですけど僕で再現するとここ,ここら辺までここら辺までやばい見えてるみたいな感じうんとかそうやばいねこれ <laughs> えちょっとやばいよこれもうえち出ちゃってるよこれ <laughs> 出ちゃってるよこれうん出ちゃってるというか正確には出てないんだけどもう。 78%出たようなもんみたいなもうなんかノーブラのやつがありますねこれ写真の中にこう出しちゃって大丈夫なのみたいなこれいやこれ足きれいだね <laughs> ちょっとやばいなこの動画もう僕が超変態のなんかやつみたいになっちゃってるよねまあ間違ってないからいいんだけどさ <laughs> やばいやばいこれ見えちゃってるからやばいやばいちょっとあんま見せないようにしないと誰かに怒ら,怒られそうなんで あんま見せないいいいいようにしていきたいんですすけどおーいや刺激強いっすねまあ,あとはなんかね手ぶらっぽいやつとかなんか水でこう滴ってるような感じとかあと赤いドレスっていうかワンピースみたいの着たりとかなんだこうエキゾチックな感じというか場所もねなんかレンガ造りのドーム状のところ。 で撮ってたり何か,かちょっとね何だろうな西洋っぽい,いトルコっぽいというか何というかねそんなイメージのところで撮ってたりとかうーんですねいろいろな,なんか面が見られますねああと海に入っちゃってたりとかね <laughs> おおちょっとやばいなこれ <laughs> もう最後は結構サービスだね <laughs> やっぱい,いね、これ <laughs> ちょっともうパラパラ今見てるけどちょっとねちょっと,とりあえずねあのとりあえずちょっとあとでねじっくり見たいと思いますちょっとこの辺にしてまあ今ね軽くパラパラって見ただけでもあの、すごい楽しかったし <laughs> あのなんかね感動を覚えましたねちょっとうん。 感動を覚えたというううか、なんて言うんだろうなさっきね最初にも言った通り今まではね写真集買ったこともなかったし買う気も一切なかったしさっき理由も言った通りねあのなんかオンラインオンラインじゃないあのグーグルとかで調べれば出てくるし今インスタとかもあるんでねたくさん写真見られるかなとか思ったらいいやとか思ってたんですけどやっぱ写真集は写真集でこう何て言うんですかね ここにも書いてある通りねなんかスタイリストとかヘアメイクとかコーディネーターとかあとはデザイナーとかねいろいろな人が携わって,こうなんていうんう一つのやっぱ作品みたいなそういうところのなんかクオリティの高さというかうん、まあ、すごいねあの男心をくすぐるっていう点でも,もう満点だったんですけど写真集の良さみたいなのに今回気づかされた気がしますね。うん うん、いやなんかまたねこ今回初めて買ってみてすごい良かったんで良 <laughs> かったんでまたねなんか機会があったらねなんか誰かの買いたいと思いますなんか写真集とかなんかそういうのの良さ買う理由というのがなんかねはっきりとはっきりとではないけどなんとなくね今回つかめた気がしますうんはいなんでねなんか まあこの話をもうちょっと広げるとなんかいろいろなことをなんかねこう否定するというかもうなんか理解しようとせずにこう突っ張れるんじゃなくてやってみてねどんなものなのかなっていうのを自分で経験してみることっていうのは大切だなと思いました <laughs>。まあね完全にきれい話で終わろうとしてるんですけどあのあんだけねあのニヤニヤしといて <laughs>。まあそんんなな感じかなうん あのぜひねあの、こちらすごいおすすめの商品となっておりますので、アマゾンで確かね、これ、僕、結構前に予約したんであれだったんですけども、も予約段階で重版が決まったぐらいの人気のやつだったんですよ、僕が予約した段階でも1位だったんで、なんでねあの、ぜひね、お急ぎください。非常にね、あのー、非常にいいです。<laughs> はい、のであの、ぜひねあの、買ってみてください。 はいアマゾンのねあのリンク貼っておきますなんなら <laughs> なんでぜひねチェックしてみてくださいマジでおすすめですはいちょっとこれ親にね見られるの恥ずいなちょっと部屋に隠しとこうかな <laughs> っていう感じでねなんかあのテレビの後ろとかなんかあのクローゼットの奥とかなんかねあのベッドの下とかにね、うん、枕の下とかに隠したいと思いますはいこんな感じで良、えー、かったです <laughs> はいなんでチェックしてみてくださいま こんな今回はこんな感じです。また。